サウジアラビアの溶岩洞洞窟で人間の居住の最初の証拠が発見されました。英国の海岸で発見された82フィートの巨大なトカゲ魚。これまでに発見された最大の海洋爬虫類の可能性。 デトロイトの駐車場で5人を撃った容疑の男が空港で逮捕。研究者らは、名字がアルファベット順で、後の生徒に与えられる成績が低いことを発見しました。マレーシア、裁判所が未成年児の女性のイスラム教への回収を取り消す。 トム・ホランドのツイッターアカウントがハッキングされ、木の仮想通貨、スパイダーマン詐欺を宣伝。仮想通貨パックは、アラバマ州の候補者を議会に向けて獲得するために数百万ドルを費やした。 中国の自動運転関連企業は多額の投資にもかかわらず利益を上げるのに苦労しています。国内での激しい価格競争のさなか、東風と気づいは中国の自動車メーカーを率いてヨーロッパの工場に注目しているアフトスタッド、今年のロシア新車販売予測を150万台に修正。 ドナルド・トランプ、口止め両裁判で、陪審員の人選が早すぎると不満。相撲オートマティクオートオーン、2020年選挙の名誉毀損訴訟で和解。同盟国が復帰の可能性に注目する中、ポーランド大統領は、ドナルド・トランプ大統領を訪問する最新の指導者となる。相互侮辱の末、ミレイがルーラとの出会いを提案。 ファーウェイは、チップの精査が行われる中、新しいピューラ70スマートフォンの群衆への販売を開始します。iPhone16 Pro では、今年4つの新しいカメラ機能が登場します。Google マップは、車のルートの横に、交通機関や徒歩の代替手段を提案します。 ロシアのサンドアームグループが斬新なバックドアを使用してウクライナと同盟国を標的にサーバーランサムウェアの標的となったアトラシーアンコンフルエンスリナックスインスタンスハッカーがフォーティネットの欠陥を悪用し新しいキャンペーンでスクリーンコネクトとメタスプロイトを導入 スロバキア首相、ロシアは決してクリミアとドンバスを離れることはないと語る。ロシアは現在アゼルバイジャンの完全な支配下にあるカラバフから平和維持軍の撤退を開始。米議員、完全阻止制裁発動法案でロシアを支援する中国軍事企業を標的に。 カムチャツカの氷河は1950年以来36%縮小しています。UAE 史上最悪の豪雨による洪水が道路に残る中、ドバイ空港の運営が再開されています。ルアン山の噴火でインドネシア数千人を避難、火山近くの空港を閉鎖。 ボツワナ大統領、ヨーロッパ人は人よりもゾウのことを大切にしていると語る。国連によると、インドは14億4000万人を要し、世界で最も人口の多い国にランクされています。世界の債務は2029年までに GDP の100%に達すると IMF が発表。 米国の議員らは永久に段階的に喫煙を段階的に廃止するという画期的な法案を支持している。イタリアの鳥ノ氏は屋外の喫煙者に距離を置くよう命じた。Google、メタ、米国の苦情にもかかわらず2024年にカナダで課税。 アムステルダム、市内全域で新しいホテルの建設を禁止。3月の訪日外国人は300万人を超え、一月記録。シンガポールのチャンギ空港、カタールに世界一の空港の座を奪われる。 イランのエブラヒムライシ大統領、イスラエルが最も小さな侵略を開始した場合、大規模な対応をすると警告。米国当局者によると、イスラエルはイラン国内で限定的な攻撃を実施する予定。イスラエルは月曜日の4月15日にイランを攻撃することを検討したが、待つことにしたと当局者が発表。 フィリピンと米国がこれまでで最も大規模な軍事演習を発表した後、中国が警告を発する。ジョー・バイデンは、鉄鋼とアルミニウムへの追加関税が求められる中、中国を、不正行為、だと非難。バイデン氏、中国を、外国人排斥と呼び、2024年選挙戦のレトリックを強化。 米国では議会が川から海へを反ユダヤ主義として非難する決議案を可決します。ハマス指導者エルドアンとの会談のためトルコを訪問エエルドアンがハマスのハニア主張を招待し演説でイスラエルを非難。カタール、ガザ停戦交渉の仲介者としての役割を再評価。 カナダの暗号化サービスプロバイダーは、2027年までに転送と顧客データを報告する必要があります。ブラジルの超富裕層への課税提案は、G20 の最中に勢いを増し、7月に次のステップが開かれ、上院は最低賃金の2倍までの所得者に対する所得税免除を承認しました。マレーシア、2024年に待望の補助金削減を進める。 ブラックロックがビットコインに関する教育シリーズを開始。クラ君が独自の暗号オレットをリリース。コインベース、メタマスクとの競争に参加。ワールドコインは、この夏、イーサリアムレイヤーに、ワールドチェーンをデビューします。い,いパブリックイーサリアム上で安全なプライベートビジネス契約をサポートするオプスケインコントラクトマネージャーソリューションを開始。 ブルームバーグ分析によると、香港のスポットビットコイン ETF には10億ドルの資産が集まる見込みだが、香港のビットコイン ETF は、中国本土の投資家には利用できない可能性が高い。ジム・クレイマー氏、マラソンデジタルの代わりにイーサリアムかビットコインを買いに行くべきだという、ふざけるの早めましょう。バイビット。 取引所でのビットコインの供給は9ヶ月で枯渇すると、予測。EU 指導者は中東危機に対応して、レバノンとの関係強化を検討中。プーチン大統領は中東に対し、壊滅的な衝突から撤退するよう指示。G7 諸国、イランによる武器の製造・購入を阻止。へ。 EU、市長に応じてお金を支払うバージョンの TikTok について回答を要求。EU データ保護機関は、ミータの支払えば OK、モデルは OK ではないと述べています。新しい調査によると、TikTok と YouTube ショートがどのようにして女性別的なコンテンツをユーザーに浴びせているのかが判明。 米国では最高裁判所が転勤を理由に雇用主を訴えることを容易にしました。経済不安の中でテクノロジーの人員削減が続く中、Google ググは人員削減し一部の役割を海外に移す。GTA6 パブリッシャーテイク2従業員の5%を解雇しゲームをキャンセルへ。 当局者によると、ラスベガスを含む4つの州の一部で911件の停電が報告された。EU は、ロシアの干渉と戦うために危機対応部隊を活性化します。シスコ、VPN、および SSH サービスを標的とした、ブルートフォース攻撃の世界的な急増について警告。 と思われるペットが数十個の卵を産んだ後、家族が誤って50匹のタコの赤ちゃんを産んでしまう。600年の歴史を持つドイツの教会は、若者を引きつけるためにテイラー・スウィフトの音楽を流しています。その方がずっと簡単です。850ドルのミレニアム・ファルコンズと680ドルのタイタニックス。大人は今やレゴの矛。 レガシーチップの優位性が高まる中、中国の半導体生産量は第1四半期に40%増加しました。マイクロンは来週の発表で60億ドル以上のチップ補助金を獲得する予定です。ティム・クック氏、アップルがインドネシアでの製造を検討するとインドネシアに約束。 TikTok、OU、うビードから問題のあるトピックを繰り返し、投稿するユーザーを制限します。ツイッターはスペインの科学者、ジャーナリスト、メディアの数十のアカウントをブロックしています。ジョンテイポーター、ゲーム賭博、賭博者への情報提供、賭博目的のプレイ制限で NBA から追放。 デスティニーアニメシリーズは、ソニー買収前のバンディオとネットフリックスの提携により打ち切られたと伝えられています。パクチャヌク、高く評価されたアクションスリラー、オールドボーイをライオンズゲートテレビの英語シリーズに適用。ディズニープラスのケーブルスタイルのスター・ウォーズチャンネルプランの可能性は、ケーブルを決してなくすことができないことを証明しています。 AI の実存的リスク研究の先駆者である研究所が閉鎖。FRB、米国研究所で AI 安全性を担当する AI ドゥーマーを任命。ボストンダイナミクス、人型ロボット、アトラスに別れを告げ、完全伝導に戻す。 ボブ・メネンデス上院議員は連邦汚職裁判で妻を責める可能性があることが裁判所提出書類で明らかになった。カリレイクは2024年に備えてグロックを履くことをサポーターに提案しています。ジュリアは西野波産によりアパートや宝飾品、そしておそらく最悪の場合、ジョーディ・マジオのシャツも失う可能性がある。 新しい世論調査によると、カマラ・ハリスはビヨンセとほぼ同じくらい人気があることが示されました。アラバマ州の議員らは、ジョー・バイデンが州の投票用紙に確実に含まれるように法案を進めている。バイデン氏、第二次世界大戦中に人食い人種が住む地域でおじが撃墜されたと発言。 AMD は AIPC 用の新しいリザンプロ8000プロセッサを発表しました。サムスン AI アプリケーション向けに最適化された業界最速の 10.7GBPSLPDDR5X ドラムを開発。FCC のインターネット規則に基づいて ISP は 高速ゲームに対して追加料金を請求できると批評価は言う報告書は米国のデータを再録化する TikTok の取り組みはほとんど表面的なものであると主張しました何十億もの公開ディスコードメッセージがスクレーピングサービスを通じて販売される可能性があります英国では 神法の下で小児性愛者が親権を剥奪される可能性があるスコットランドのユサフ首相はトランス女性は女性別司法の下で保護されると発表したスウェーデン 法定性別を18歳から16歳に変更する年齢引き下げ法案を可決パリス・ヒルトン青少年治療施設の透明性を高めるカリフォルニア州法案を指示 NSA は インターネットの取りからわずか数日とエドワード・スノー電子に警告。ポーランドの旧国民党政府は数百人に対してイスラエル製のスパイウェアを使用したと公式報告書が発表。テキサス州の水道システムに対するハッキングはロシアのハッキンググループによるこの種のハッキングとしては初の可能性がある。 米国上院、バイデン氏の国境長官マヨルカス氏の断崖を終了。デサンティス知事、フロリダ州の学校で共産主義の歴史の教育を義務付ける法案に署名。 中国で多額の借金を抱えている場合、休暇、飛行機、高速鉄道の利用は禁止されます。ボーイング社の内部告発者、安全性への懸念を提起した後、上司からの身体的脅迫疑惑を衝突。アップルとグーグルは政府よりも危険だとテレグラム創設者が主張。 習近平はロシア・ウクライナ戦争に対処するための4つの原則を提案。ドイツ首相、習近平に対し、中国の言葉には重みがあるとして、ロシアにウクライナ戦争を終わらせる洋圧力をかける洋要性。キエフはロシアに連れて行かれたと見られる160人以上の子供がドイツで発見されたと主張。 米国では、2024マーセイディーズ、AMGC63 は、671馬力のフェブセダンで、価格は85,050ドルからです。2024GMC シエラ EB デナリエディション1は、航続距離440マイル、牽引能力の向上、価格の低下を実現します。フォード、2025年に向けた60周年記念マスタング特別使用車を発表。 トヨタプリウスは後部ドアが開いてしまう可能性があるため、リコール対象となっています。米国 NHTSA が 3M ホンダ車のブレーキ問題の調査をアップグレード。 報告書によると、ネスレは貧しい国で販売されている乳児をミルクに砂糖を添加していることが判明しました。イングランド北部で貧困が急増し、ブラックツールの子供の52人に1人が保護下にある。インドで販売されているプロテインサプリメントの大部分が誤ったラベルで汚染されていることが研究で明らかになった。 ティム・ホートンズは技術的ミスによりロールアップ・トゥインのプロモーションで5万5000ドルのボートが当たったと人々に虚偽の情報を伝えたと述べていますジョージア・メローには G7 の一環としてハビエル・ミレイを AI に関するプレゼンテーションに招待しましたブラジルではタルシシオ政権が教師の代わりにチャット GPT を使用してデジタルクラスを作成する予定です ロイヤル・メールのオーナー、チェコの億万長者ダニエル・クレティンスキーからの45億ポンドの買収提案を拒否、ドイツの鉄鋼メーカー、ピッセンクルップはデュイスブルクでの減産を計画しています。テスラ、株主にデラウェア州、判事によって、無効とされたイーロン・マスク氏への560億ドルの報酬を回復するよう要請。 EU、EU 離脱後の英国海域でのイカナゴ漁禁止をめぐり法的措置を講じる。ギリシャは海洋保護区での底漁を禁止した初の EU 加盟国となる。スイスの電力消費量は減少している。 スコットランドは2030年の温室効果ガス削減目標を放棄すると BBC の報道が報じた。アップルは直接製造支出の95%がクリーンエネルギーへの移行に伴い2030年までにカーボンニュートラルになることを目指しています。新しい研究では気候変動による 経済的打撃は2049年までに年間約38兆ドルに達すると試算されています。キングダムカム、リリバランスに派2024年にリリースされます。スーモーデジタルは3つのみ発表ゲームを開発中であると伝えられています。あたり、シャンティークリエイターウェイファーワードにブヨルヨーズライジングリブ等発表。 トランプ大統領、広告で自身の、名前、イメージ、肖像を使用する共和党候補者に対して5%の減税を要求。FOX ニュースの意見によれば、マージョリー・テイラー・グリーンは、バカだという、彼女は、共和党を破壊しようとしています。アラン・リッチソン氏がトランプ大統領を、強姦者で詐欺し、呼ばわり、よく、臨チ者、ファンが反発。 セス・マクファーレイン財団がマーティンス・スコセッシ監督の映画財団と協力し、史上初のアニメーション写真コレクションを復元。スタジオジブリ・カンヌで名誉パルムドールを受賞。フォー・オール・マン・カインド・シーズン5に、更新、アップル・スピン・オフ・シリーズ、スター・シティで世界を拡大。 ヒューグラント、ザさん、出版社に対するプライバシー訴訟で和解。ロイズ銀行の資産によると、テイラー・スイフトのファンは詐欺で100万ポンドの損失を被る。コソボのカルト、トニブラを称えるトニー・ブレアの銅像。 クエンティン・タランティーの最後の作品として映画批評家を降板。スーパーマン、ネバ・ハウエル・ジェームズ・ガン監督の D.C. 映画でマーケント役に、セス・マク・ァーレン、ファミリー以外、終了について辞める理由が見当たりません。人々はまだこの作品を愛しています。 オランダ首相は、ウクライナのために、同盟国からパトリオットシステムを購入することを提案し、NATO のストルテンベルグは、同盟国にウクライナに、防空システムを提供するよう要請します。欧州評議会、欧州したロシア資産を、ウクライナ再建と賠償資金に充てることを、全会一致で可決。スイスは、ロシアの加藤政治資金に関する G7 対策委員会に参加しない。 ウクライナのハー、タタールスタンのロシア爆撃機工場への攻撃を確認 Google イスラエルのクラウド契約をめぐり抗議座り込みをした後、従業員28人を解雇南カリフォルニア大学安全上の懸念を理由に親パレスチナ人の総大が5月の卒業式で講演することを禁止アフガニスタン女性タリバンの労働禁止を回避するために YouTuber になる 収入を得るために何かしなければならなかった中国セメントメーカーの謎の99%株暴落はマージンコールに関連レッドロブスターはエンドレスシュリンプで何百万ドルも失った後破産に向かっていると伝えられていますエアバスとロールスロイス 東京海上日動2024年4月18日から最もアクティブな株式日本 NTTONTSU 東京電力ランド 三菱 UFJ 香港ボックチャイナタワー CCBC ペトロチャイナ英国ロイズパークレイズボーダフォン DS スミス米国テスラボーハ AMD アップル NVIDIA アットアンド T アマゾンリストは レポートが作成された時点で最も活発に取引された銘柄を反映しています AI の海にまた一滴ペララ TTS ミニ V0 ピリオド1ペララ TTS ミニ V0 ピリオド1は10.500時間の音声データでトレーニングされた経営用のテキスト読み上げ TTS モデルで以下の機能を備えた高品質で自然な音声を生成できます 単純なテキストプロンプト、性別、背警察音、話し速度、ピッチ、残響などを使用して制御できます。これは、TTS トレーニングリソースとデータセット前処理コードをコミュニティに提供することを目的としたペララ TTS プロジェクトの最初のリリースモデルです。シサのサイバーセキュリティに関する警告と勧告。シサ、メジャーソフトスキャダプロ。 エラクトロリンク f m w t b トランスミター、ロックウェルオートメーションコントロールロジックス、ガードロジックス、ロボドックに関する4つの産業用制御システムアドバイザリをリリース。 スティーム全体で世界的に最も売れているゲームと最もプレイされているゲーム。収益上位100製品から2024年4月9日火曜日から2024年4月16日火曜日まで、カウンターストライク2、PUBG、バトルグラウンド、ヘルダイバー2、リムワールド、エーペックスレジェンド。 アップルアップストアのトップ無料アプリ2024年4月18日の iPhone の場合ターボタックス納税申告書を提出しますテムオクマン長者のように買い物をしましょうスレッドインスタグラムアプリグーグルトップの有料アプリシャドウロケットホットスケジュールワンダーウィークス75ハードプロクリエイトポケット 2024年4月18日、米国 Google プレイで最も収益の高いアンドロイドゲーム、モノポリー号、キャンディクラッシュサーガー、ロイヤルマッチ、コインマスター。米国 Google プレイのトップ無料アンドロイドアプリ、チクタク、ワッツアップメッセンジャー、インスタグラム。テム、億万長者のように買い物をしましょう。CE オンラインショッピング。 2024年4月18日の米国 Google プレイのトップ無料アンドロイジェイムズ、ヘキサソート、ピザの準備ができました、ロブロックス。モノポリー号、ブロックブラスト、コールオブドゥーティー、ウォーゾーンモバイル。米国 Google プレイで最も収益の高いアンドロイドアプリ、Google One、チクタク、最大、HBO、テレビ、映画をストリーミングします。ディズニープラス、アマゾンショッピング。 2024年4月18日、アップルアップストア iPhone のトップ有料ゲーム、マインクラフト、パパのフリーゼリアト号、注意喚起、ブルーンズ TD6、アップルアップストアのトップ無料ゲーム、Call of Duty、モーゾナトムモバイル、ブロックブラスト、モノポリー号、ロブロックス、g 2024年4月18日の Google Play US のトップ映画、スパイダーマン、ノーウェイホーム、絵文字ムービー、ロードオブザリング、ザフェローシップオブザリング、ブレードランナー、終わらない物語。 2024年4月1日から4月7日までのネットフリックスグローバルトップ10英語で最も視聴されているテレビの週刊トップリスト三身体の問題シーズン1遺言ーセの物語シーズン1ジェントルメンシーズン1英語以外で最も視聴されたテレビの週刊トップリストパラサイトザグレイリミテッドシリーズ涙の女王リミテッドシリーズ 詐欺師シーズン1フィジカル100シーズン2グレートインディアンカピル賞シー,シーズン12024年4月1日から4月7日までのネットフリックスグローバルトップ10最も視聴された映画の週刊リスト英語ハンターの心些細なことメイズランナーガラスアイルランドの願い美しいゲームスクープ最も視聴された映画英語以外の週刊リスト 恐怖の報酬ティア・スミスプレッシャーはない安らかに眠るゼロからヒーローへ戦士セアンコラドマーニ2024年4月18日米国プライムビデオのアマゾンベストセラー「養蜂家」あなた以外の誰でもデューンパートにボーナス X 千番、悪の国」カンフーパンダ4破損しています 行こうボーナスポティファイ・ウィークリートップソンググローバル2024年4月5日金曜日から4月11日木曜日までの週「あなたのキスの仕方が好きです」。アルテマス。 トゥースウィートホージャー美しいものデンソンブーン始まりの終わり上、私たちは友達にはなれないあなたの愛を待ってアリアナ・グランデガタノミフロイ・マナークリス・ MJ ライクザット・フューチャーメトロブーミンケンドリック・ラマーアプラム・ミュージック・トップ・ソング2024年4月18日ライクザット・フューチャー メトロブーミン、ケンドリック・ラマー。タイプシット、フューチャー、メトロブーミン、トラビス・スコット、プレイボーイ・カルティ、ゲット・イット・セクシー、セクシー・レッド。ナリタイ、グロリラ、ミー・ガンジー・スタリオン。 ー世界の週刊トップソング。2024年4月5日から4月11日までの週。C i s s ベイビーモンスターブリンバンバンボーンクリーピーナッツ。美しいものベンソンブーンガタノミフロイーメナーアンドクリス・エム・ジェクルチマダタペティシュリクリシュナアンドサヒィチャタンピジキイリット。テレバトンメイアイサウルジャジアバーガフ アンドタニシクバグキ、アンドアシーズ。2024年4月18日の毎日のダイジェスト、暗号通貨、ストリーミング、テクノロジー、政治、芸能界、AI、健康、環境に関するニュース。